家の畑の西側の結実州のオリノコバナナですが、左側に見える小株の最新葉、最も新しい出葉で、かなり大きな葉っぱが出ていますが、これで草子としては親株をしのぐ大きさ、背丈になりましたね。この小株は昨年出たものですから、初めての冬を一度過ごしただけなんですね。それでこれぐらいになってきていますから、まあ冬至でも真夏は始まったところで、8月の末から9月の初旬ぐらいまで真夏日が続くと思いますが、これが例えば熱帯地方であれば、越冬ということはありませんが、出た小株が親株の草子を追い越して1年程度で結実するというのは、この親子の大きさを見ていても分かりますよね。